まりました週の真ん中マンタケ TV でございます。今日はあれやね、こうコーディネートが完璧やね。今最近なんかよくね、あの水曜日スカート履いてくれるよね。いつもスカートいやいや水曜日絶対スカート狙ってるもうそろそろ分かって、いや俺もなずっと言うたらゆみちゃん意識するから履いてこうになるかなと思って言わんかったけど、やっぱちょっと待って、ほんまになんかそんなことないやろ、そんなほんまに寒いことが出んけこのクソ暑いのにいやいやもうね、水曜日のスカート率高いんで、これは間違いなく僕狙われてます、以上夏はもう稲川淳二さんの話聞くたか、たけちゃんのこの話を聞くかで、私はね、あの涼しさを求めております、はい、クーラーよりも強い節電対策で、ね、電気も危ないんで注意しましょうでは参ります、はい、打球がライズボールさんからです。ありがとうございます。ライズボールね、ソフトボールでよくありますね、っていうんですね、はい、あ、いや、いつも楽しく拝見させてもらってます、はい、以前量販店でドライバーを取材している時に店員さんにスピン量が多いですねと言われました、はい、じゃあどのくらいが適正でどう打てばいいかと尋ねましたが、あまり納得のいく回答が得られず、しぶしぶ帰ってきました。たけちゃんも普段動画内でスピン量が多いと言われていますが、うん、実際ヘッドスピードに対して適正なスピン量の目安はあるのでしょうか、うん、またどうすればスピンは減りますか。ちなみにヘッドスピードは40から42程度ですとのことです。なるほど、まあ正直絶対値ってことはないんですよ。絶対値ではないんですけども、うん、一応まあ多くのデータからある程度これぐらいが適正っていうのはやっぱっていう数字はあるんですよね、うん、でヘッドスピードライズボールさんのヘッドスピードからしたら大体やっぱ 2500rpm 前後、これがまあ一番その、まあ、打ち出し角にもよるんですけどスピン量的にはやっぱ2500前後っていうのが一番安定して飛ぶんじゃないかって言われてます。で、まあ、一応私のヘッドスピードっていつも大体44から45っていうと言ってるんですけど、まあ、僕の、ヘッドスピードだったら適正値は大体 2300rpm 前後かなと。ただ僕は調子よかったらこういつも言ってますけど4000ぐらいまでいけますから調子乗、ねはい、せたらもう4000まで軽くいくんで、あ、じゃあヘッドスピードが速い方が少なめ、少ないんだね、うん、そうです。やっぱり要するに、まあ、浮力の関係だと思うんですけど、やっぱある程度ヘッドスピードが、まあ、言うたら例えば女性とかシニアとかヘッドスピードがそんな速くない人っていうのはある程度こうキャリーが必要なんですね、はい、だから打ち出し角も高いしスピン量っていうのは上に行こうとする能力なんです、うん、だからあんまりスピンが少ないと早くドロップ、まあ、野球でいうフォークボールですね、ボトッと落ちちゃうので、うん、はい、どちらかというとヘッドスピードがそんなない方は3000近く、まあ、2800とかですよね、うん、で逆にヘッドスピードが50に近づけばいくほど2000ぐらいが理想になります、うん、だからまあヘッドスピード40から42ぐらいだと2500ぐらいで、僕らみたいに44から45は2300ぐらいっていうのがまあ大体まあ理想値かなと、はい、言われてます、うん、で、まあとはいえ僕いつも見てもらったらまあ2000台乗ったらもう結構十分なぐらい、僕は3000が普通で、さっき言った調子のから4000いくというぐらいですけど、まあ一つはまあこのいろんな要素があるんですけど、僕がスピンが多いのは一つはちょっとやっぱり、アウトサイドイン軌道、まあ、フェードヒッターの方がスピンは多いです、うん、ただそれもそうですけど一番手っ取り早くスピンを減らす方法っていうのは打点位置です。要は縦のギア効果、いわゆる打点位置を真ん中よりちょっと上側で打てればスピン量っていうのは減ります。もちろんトップスピンがかかるってことはありえませんけども、そのバックスピン量を減らすためには真ん中高め、持ってば少し遠側で打てば理想ですね、はい、まあ、俗に言う激震とかって動画で言われてるとこなんですけども、そこなんかが一番スピン量が減りますね。で、あとはダウンで打っちゃう人、ドライバーとかでもダウンで打っちゃう人はスピン増えちゃうんですね。やっぱりドラゴン選手なんかスピン減らすにすごいアッパーで打つのはアッパーで打つ方がスピン量は減ります。ただ今度アッパーで打とうってなるとあまりにそればっかり意識するとうまく当たらない人ってやっぱ多いんです。その要はスイング的な部分をアッパーに変えようってなるとやっぱちょっと難しいので、まず一番手っ取り早いのは自分の打点位置を上の方に当てることですね。だから普段どこで打ってるかってまず打点シールなんか貼ってみて、結構下の方とかヒールで打ってる人っていうのはそれが真ん中より高めとか少し遠側に移動するだけで一気に1000ぐらい減らすことができるんですよ。だからそういうのが一番、まず打点位置を改善するのが一番スピン量を減らすのは手っ取り早い。その次にまあアッパーを増やすとか少しインサイドから打つとかっていうのもあるんですけども、ただまあそのやっぱスイング変えるのは難しいので打点位置変えるのが一番手っ取り早いですね。なるほど、うん、では今回の打球がライズボールさんだと、うん、大体2500ぐらいがいいですね。
でもそれがなんか実際量販店さんで、まあ、多いですねって言われたらどれぐらいかってちょっとわからないですけども、まあ、その2500っていう一つの目安に、してもらったらいいと思います。なるほどね。私もプロゴルファーを目指している、友人がいるんですけれども、まあ、すごく頑張ってこう、ね、スイングとかも多分すごいと思うんだけど、ね、それでも自分はスピン量が多い方だからっていうのを、もう自分でそれを理解して、理解して、だから、まあ、こういうヘッドを選んでるっていうのもあるから、そんだけいっぱい練習してもその元々スピン量が多いとかって言ってこう取り除けないっていうか、と場合もある。あります。それはもうだからその打ち方にも、だからもうフェードヒッターかドローヒッターかでもスピン量は変わってきますから、でそこにそうさっき言ったヘッドの、今言われたようにヘッドのロースピンのヘッドを選ぶっていうのも一つ方法ですよね。だからそのいつも言ってますけど、ギアっていうのはその人のデメリットを補うものですから、自分のことを分かってればそれを補えるギアが分かるわけですね。なるほど。でもやっぱりその上級者の方とかプロの方っていうのは自分を知ってるっていうのがやっぱ一番すごいですよね。ではそのまずは適正、おおむねこのぐらい2500ぐらいだなっていうのをまず把握して、で実際のご自身のそのスピン量っていうのも確認して、でそれをスイングなのか、ね、まあ、ギアなのかでいろいろ調整して、ご自身のこう納得のいく球筋のような回転数っていうのを、目指していけばいいっていうことですね。はい、では、打球がライズボールさん、ご参考になりましたでしょうか。それではマンダケ TV、また来週。バイバイ。ちなみにソフトボールのライズボールは実際プロ野球選手でも打てないそうですね。だって上がってくるんですからね。はい、チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。